秋のつぶやき43回目今から始まりました。え、喋ってんの？声聞こえてますか？ちっちゃいですか？聞こえてるんかな？聞こえてる？今日のお知らせがちょっと結構あるので先にお知らせをしていきたいと思います。まず鈴木ゆいちゃんの CD を取り扱いすることになりました。なんですけど、スペップショップのねサーバーを変えようと思ってるので、それを変更してからスペップショップの方で取り扱いをして、取り扱いしましたよっていうのを載せますので、それまでちょっと待っててください。 ありがとうございます。プチさん聞こえていますよってよかったです。今日ちょっと鼻声になってるんで聞こえにくいかもしれないですけど、なるべくわかりやすいように喋ります。でからゆいちゃんつながりで先言おうかな。後で言いますよ。え？もうちょっと後。もうちょっと後でいい？うん。もうほんならその絵の後は後やろ。他に言うことない？さっき言っとかなあかん。なあ。他に言うことないって。さっき言おうなあかんの。うん、じゃあどうしようかな。これは置いといてこっちしようかな。言わなあかんやつ以外、のりさんがあるところに行った時にもらってきた紙なんですけど、サーバー変更ですか、またお知らせしてください。こちらもホームページリンク変えますので。ああ、そうなんや。そう、やってくれてる。へえ、そうなんです。サーバー変更しますの、します。なんか終わっちゃうみたいです。でね、そのサーバーが終わっちゃうの。んで、これは何やろ、見てなかった。じゃーん、のりさんがこの前奥幸代さんのライブのやつを見に行って動画で撮ってたんですけど、また6月の2日に堺市立東文化会館っていうところでまたやるみたいです。うん。飛ばすわ。オッケー。じゃあちょっともう一回言うな。沢口靖子さんとか陣内さんとかが堺市民会館の大ホールのところでお芝居があります。6月14日金曜日です。なんかさっきのもそうやし、これもそうやし、結構堺のね、なんか市民会館的なところでいろんな、ま、劇やったりコンサートやったりバレエとかもやるみたいです。なんかいろいろあんねん、そういうとこが、うん、なあ。でさ、サンスクエア堺ホールっていうとこもあるし、堺市立なんとか、何これ、キーニハハ、キヘンニハハ。戸上北文化会館。戸上北っていうの、うん、この一文字で一文字で戸上。戸上文化会館にほなら。会館ホールっていうとこもあるし、堺市立東文化会館フラットホールっていうとこもあるし。ソフィアだってあるし。ああ、そっか、ソフィア堺、うん。ソフィア懐かしいな。うん、あ、まだ変わったかな。変わったんかな、それ変わってるか、どうなってんのやろ。新しいパスタ屋さんは何それ、聞かん、え、新しくなったん、マジで。それ言ってたよ。うん、そうなんや。へえ、そうか、あれやな、深い駅から近いよな。新しいのいいからね。うん、Facebook に上げている初々しい画像もいいけれど今もいいよって。ありがとう、プチさんも書いてくれとったから返事したよ。初々しいね。あの時はなんか
2008年、うん、2008年やって5年も前やねん、信じられへん。でもあんま変わってなくない？うん、そんなに変わってないと思うんだけどな。ありがとうございます。ほんでさ、オペラな、なんかオペラがサンスクエアの堺ホールのところでやってんねんけど、ちょっと面白そうやった。あ、ほんでさ、あれやねん、今日ドリさんと言っとってんけど、ロミオとジュリエットの演奏するらしいねんけど、ロミオって同盟王っても言うねんて。これは今日1個発見したやつでした。あとはなんか平原綾香さんとか美和さんとかのやつもやるらしい。はい、終わり。ちょっとなんかいろいろやってんのね。うん、でもほんまに堺に来おへんかったら全然知らん。っていうかのりさんと関わってなかったら私は一生知ることなかったと思う。だって堺の区役所でなんかビラ見ることとかもほとんどないし、うん、なんかこんなに快感あるかっていうぐらいあるからね、びっくりした。ちょっとだから堺潰せない。うまいな、もったいないな、潰したらな。え、でも潰すつもりじゃないやろ、別に。あの人が言うてるから、うん、どうなるのかね。あ、お菓子の紙入ってます。で、のりさんになんか見せてって言われた。これ何？なんか潰れてんねんけど。ちょっと潰してへんで、別に。なんかポロンってなってんねん。ちょっとそれちょっと潰れてる。どうしよう。置いとこ。前のこの糸は何？それ、後ろいるんだよ、後ろ。ちょっと直して。ちょっといい車を見せようと思ったのに、今。壊れた。飛んでるやん。飛んでる？これ乗せた、乗せとこう。ああ、そういう感じのやつなんや。じゃじゃーん。はい、のりさん、名前を発表して。パジェロ。パジェロ？違うよ、なんか。パリダカルラリー。え？パリダカルラリー。パリダカ。パリダカ？うん。っていう、パリとダカルタの間を走る車。前向けて。らしいです。今日なんかすごい教えてくれたけど、ちゃんと覚えれてない。なんかその時のレースの車やねんけど、これはプロトタイプらしいねんけど、結構細かく再現したやつらしい。昔パジェロ乗ってたからね。パジェロ乗っててんて、のりさんが。これパジェロあら、うん、金持って。 Facebook を見るとゆずちゃんはすでにビール飲んでいるし、早い。さすがゆずちゃん、もう昼も夜も関係ないからね。いやでもそれは素敵やと思う。なんかさっきこの後ろの黒の部分、これの部分が外れて、風をね、風を抑える、風で抑えるような形。あれ、なんだ今の、変わった。これをなんか昔から置いてんねんて。三菱のやつって書いてるわ。三菱パジェロ。今もあるん？ん？今もあるん、この車。今出てないね。パジェロっていうのがもうなくなった。パジェロはあるけどな。うん。あのパリだかラリに出てない。よう覚えたなそれ。じゃあパリだかラリ？パリだか。パリだか難しない？パリだかって有名。車の種類全然知らん。ベンツと、エスティマとクラウンと。エスティマは私一番最初に覚えたやつやね。なんかあの真っ黒のやつでゴキブリみたいな形してるやろって言われて、あー確かにで覚えた。言い方やないな。うん。でも覚えやすかった。エスティマ、ベンツ、クラウン。近くのやつ、なあれ何やったっけな、近くのやつだね。気持ち悪い、ちょっと思い出して。どこの国？知らへん。近くやね、近く。シカゴなんていっぱいある。 K ってメーカー何？クラウンとかそっち系のやつ名前違う。
K のキューブ、キューブと K じゃないだろ、え、ここがないけど、いいね、キューブやね、日産や、うん、じゃあキューブとそんだけかな。あ、あれや、トラックトラックってどこ。え、違う、名前や、トラックっていう名前、トラックっていう名前って全部含めてトラックや、大きいやつ。あー、そっか、まあ、そんぐらいしか分かれへん。覚えられへん、なんかよ、あれよな、なんか、あれどこどこのやつやみたいな、最新のやつやとか。はい、私一番忘れたあかん車忘れてる気がするんだけどな。マツダのアテンザ。ないな。アテンザは好きやって。うん。エスティマンと並ぶかな。私はでもアテンザの方が好きかな。乗りやすいと思います。うん。昔ね、フェアラリー Z とか人気あったけどね。フェアラリー Z？ 何それ？黙って。フェアラリー？フェラーリちゃうね。あ、フェラーリも知ってるわ。フェアレディ、フェアレディで。モノリさんがしたかね。フェアレディ Z？ ちょっとなんか仙台ものの名前みたいになってんな。んだから、そんぐらいかな。じゃあ言っていい？続き。ね、4月22日の月曜日に、夜9時30分から鈴木ゆいとおしゃべりがあります。前にね、あのゆいとおしゃべりやろうって言ってて、でそれが実現するのね。この前のライブの時に言ってて、ほんでなんかもう一個なんか言わなあかんかってな、おしゃべり、あ、ちゃうわ、ゆずとおしゃべりもやりました。4月15日の月曜日かな。3ヶ月ぶりやねんて。めっちゃ長いよね。結構経つの早くない？3ヶ月って。ゆずとおしゃべりがなんかそんな前にあった気がせえへん。もうだってあれやもん、なんか10月にさ、10月で5年らしい。私はステップを始めて出会ってからだから5年。、うん、6月に出会って6月に会ったから、あー、そっか、もうじゃああと1ヶ月ぐらいか。今日さ、夢の中でさ、なんか刺したあかんのところ、刺したらあかん、なんつったん、血管の中に注射してたような気がする。なんか変な夢見て、ほんでな、家の、私の借りてる家、ほんまな家じゃないんやけど、なんか架空の家があって、その家の隣にカピバラさんの、カピバラ、じゃカピバラさんのグッズを製造してる工場があって、それはなんか前の夢にも出てきてんやんか。で、その時可愛いなって思ってただけやねんけど、今日の夢は、そのカピバラさんの、工場やからさ、でもなんか売ってる感じで並べてんねんやん。その工場の人に、ここはこのグッズを安く売ってるんですかって聞いたら、そうですよって言って、そのお店はその日は閉まった。で、あ、明日も多分私帰ってくるの遅いから、また近いうち見に来ようと思って帰った。夢。いや、だからなんかな、カピバラさんとな、あとチキンラーメンのピヨピヨちゃんのなんかこんぐらいのサイズのやつを頭につけて、それも売ってた、なんか知らんけど。それ一体何の話なの？夢？うん、夢の話。じゃあ今日思い出して、そう、なんか注射もされたし、痛かってん、しかもだから絶対あかんやろ、ここ注射したらあかんでとか思っとって、怖かった。で、うん、そう、カピバラさんも出てきたし、なんかめっちゃ走ってる夢見た、誰かと一緒に。私と？違う、女の子、女の子、私より若い女の子と。そのな、軽くないし。走ってた、長い公園。うん、
そやけどな、うん、もう5年にもなんねんね。うん、そやで。すごいな。早い月日だね。その年行くはずやわ。うん。あ、そうや、あれ見に行くね。予定やけど、行くか分からんけど。桜見に行くね。あの、造幣局。そう。よし、ってな。今ぐらいってそこしかない。うん。テレビでやっててさ、あ、マジでまだ桜やってんやと思って。なんかいろんな種類の桜あんねんてな。もっと遅いのは吉野の遅いけど。何吉野って。吉野の山。山。あ、でもそれ4月やろ、うん、今頃やって。どうせ下から咲いていくから。へえ、そこもいいな。でもな、遠いからな。で、店やってんやって、造幣局のとこ。あ、それや、それ行きたい。え、それで行きたい。違います、桜を見に行こうかなと。お店を見たい。だって今まで桜とかさ、ほんま見ることなかったし、家から家の窓を開けて桜の木があって、それ見ながらなんかチャーハン食べた記憶しかなくってさ、お花見してないし、行こうかな。ゆうちゃんの方がたっぷり見てるな。何を？桜？うん、まあ、そりゃそうやろ。私より見てる人間なんかこの世にいっぱいおるから。どんだけ見えへんか。それとあの、フェイスブックのステップ、フェイスブックにいろいろ写真のステップをね。あ、そうそう、のりさんがフェイスブックのステップページにいっぱい写真載っけててくれてるんやって。だから、うん、なんか懐かしすのやつもあるし、ちょっとこれ消した方がいいんちゃうみたいな時もあるし、あー、いっぱいあると思う。怖いよね。一回撮ると残るからね、これね。厳選してますからね。うん。じゃあいいかな。さっきでもさ、なんかオープニング始まる前に私の写真いっぱいな、あ、じゃあ始まってたからか、いっぱい載ってる時に携帯触りながらめっちゃ寝癖ひどいやつあってさ、え、めっちゃなんか寝癖ついたまんまの写真があってさ、それは自分でこなしてんの？なんか違うよ、私そんな髪の毛セットとかせえへんもん。めったにせえへん、ごくまれにする。まあ、いろいろとね、過去からね、うん、こう足跡のように、うん、どういうふうにあれしていったかっていうのを、うん、こう順番に追っていこうかなと、うん、だんだん若くなったらええのにな。成長過程がどうなっていくっていうかは分かる、うん、いやでもなんか変わったと思うで、多分いろんな、そらな、5年経ってるしな、一応な。ガキから女になっていくかどうか分からんけど、なってるやん、もうすでになってるし。なってないか。いやでもなんかな、まだまだまだやと思うで、私は。だって26歳ってさ、じゃあこの前な、めっちゃ面白かった。無印のさ、無印の文房具のところでなんか猫の髪とか、こう角、髪がこう四角あったら端っこを丸くするこういうホッチキスみたいなやつとか、点々切り取り線が作れるホッチキスとか、なんか変なシャーペンとかいっぱいあってんやんか。その前でめっちゃ面白かったんが、なんかこう いろいろやってて試しとって。いっぱい試してて、何これ、ちょっとこれ後でな。いっぱい試してて、その前で30分ぐらいずっと遊んどってんやんか。これ新しい人？ん？あ、ほんまや。9889さん、こんにちは。こんにちは、ありがとうございます。はじめまして。福田さん？え、福田さん？あれ、変わった名前。こんにちは。びっくりした。全然知らない人かと思ったやんか。どないしたん？じゃあ、福田さんのさ、四角あって、丸あるやん。そこにのりさんのあの丸いやつが入ってて、それが抜けた感じがする。うん、飛び出したよ、切り取られたよっていう。そう、ほんでな、その無印の中で遊んでんのがめっちゃ楽しかってさ、私ってまだこんだけ遊べるんやとか思っとって、でも26歳ここでこんだけ笑っとっていいんかなっていうのちょっと思った。アホやな思って、ちっちゃい子とかがやりそうやからさ。で、猫のな、なんかこう形した紙あんねんけど、そこにこう切り取り線てんてんてん入れてパチッてやっちゃって、
切り取ったらさ、めっちゃ怖い顔みたいになってんやんか。それ見てな、楽しんでて。面白かった。これ何？さっきリツイートしてくれてるわ。ありがとうございます。スタートします？ありがとうございます。お久しぶりですよね。なんか変なもん思ってんけど、何これ。それはホッチキスを使わん、あれを使わんと紙だけで止めるやつや、うん、今2匹のあるやつ。へえ、針を使わへんってこと、うん、これ落ちしたらあかんのか、うん、あ、ついさ、うん、端っこだけしようか。は？え？どうなったんや、これ。なんか笹舟みたいになってる。わかる？わかりにくいんか。これで止まるね。それ人気やね、今。へえ、うん、そのまま紙掘れるやんか、うん、ピンとなんでも、うん、確かに、うん、それ人気やね。こうバチッてくり抜いて、こう刺さってんねん。2、3枚ぐらいもうそれでいけん。ほんまやな、うん、取ろうと思ったら取れるし、取ってしまったら。プチェルさんなんか言ってるよ。これから1年1年大切に生きないとダメよ。え、ちょっと生きてるよ今も。どういうこと？これからもしっかりしっかりと積み重ねていかないとダメですよ。うんうん、大丈夫。なんか私今すごいいろんな思い出増やしてるような気がするから、超充実してますよな。こんなんもな、知っていくし。すごいな、これ考えた人。すごいな。うん、めっちゃすごい。それ今流行ってんだ。これのさ、多いバージョンとか作ったいのに、いっぱい重ねて。2、3枚とかやったらな。うん、じゃあな、こっち。こんなやつです。ゼロ針。針がいらないよっていうやつだね。今日出会えたことに感謝して歌わせていただきます。ありがとう。聞いた、聞いてください。
今聴いていただいたのが海崎さんのありがとうっていう曲でした。静岡の藤田さんが絶賛応援されている方ですね。やってもう絶賛応援すごいよな。でもなんかめっちゃ声量あるし、声めっちゃ透き通ってるし、呼吸が長かった最後のとこよう声続くな思って聞いとって、なんか歌詞の気持ちっていうのがね、うんそうやね、何やったっけ、ありがとうっていう感謝の気持ちを忘れたらいかんね何どう読みやった美咲さんは自然を愛してるから、うん、大地に感謝もしてるね、大地に、うんうんうん、すごい。でも自然大好きな人っていうのは思うな、わかるな。一番大事だからね自然、うん、それはちょっと最近思った何笑ってんの私が思ったらあかんのかほんまに失礼だ。最近ね、西の空はね、三日月がね、綺麗だね。いや、見てないから分からへんと思って、うん、鈴木ゆいちゃんの歌は物語化していていて聞いてて心地よいです。うん、確かに今キリンが出てきた。私の中で一番好きなのキリンかもしれんわ。鈴木ゆいちゃん流したかな。え、今リンク今日、うん、え、鈴木ゆいちゃんの流してないんじゃん。うん、あ、一応流してるわ。9時30分のやつやろ。うん、流してた。来週の月曜日ね。そうそうそう、来週の月曜日楽しみにしててください。まあゆいちゃんのおしゃべりやからね。ゆいちゃんの曲流れる？うん、たっぷり流します、うん、いっぱい流すらしいです、うん、あのキリンのさ、終わりかけのところ出てきた今。一回終わりそうなって、もう一回始まるんや。それが面白くて、そこが一番好き。で、4月25日のライラちゃんのライブが、心斎橋、ナンバどっちだったっけ、心斎橋かな、心斎橋のルイドっていう場所でやるんですけども、ライラちゃんの出番が9時ぐらいなんですよ、午後の。一番最後やからその前にご飯を食べていこうと思って、でずっと言われてた卵かけご飯専門店の、専門店でいいんかな、卵かけご飯専門店。流れ方した。え、なんて、んスペックインフォって、もう聞いてないな、まあいいわ。聞いてない。卵かけご飯屋さんのビミューに行ってきたいと思います。やっとです。のりさんもね、前何回か行ってるみたいなんですけど、結構空いてるんかな。で、まあ、その時に取材をしようと思ってます。なんか久しぶり、そういうの。梅ちゃんに会いに行きます。うん、梅ちゃんに会いに行きます。ももさんは、ももさんも、ももさんも、もう梅ちゃん先やからね、ごめんね。ももさん見てたらごめんね。もう何さ、同じ契約許してね。今日のビミューは梅ちゃん。うん、いやもうなんか梅ちゃんも出てくんねんけど、モバさんも一緒に出てくんねん。ずっとおるんちゃうかな、モバさんっていうぐらい通ってる。そうそうそう、なんでやろうな、モバさんな、ビミュー関係ないのにな。だってあったらさ、私モバさんからビミューの名刺もらったで、うん、なんで配ってた。うん、配ってたやろ、ビミューから来た。うん、のもうそれやったらさ、今は聞いてるか分かるけど、もう微妙なモバさんなんやって思ってまうやん。前はな、うん、あの三つ焼きカレーっていうお店があって、うん、そこ行ってたんよ、ずっと、うん、もう毎日ほど、うん、そこ閉めて、うん、でまた微妙に戻って、あ、微妙を卒業してまたも出戻り出戻りしたんや。へえ。三つ焼きカレーっていう知り合いのとこへずっと行ってたんだけど、うんうんうん、そこが閉めたんで、うん、また微妙に行ってん。そうなんや。
あ、ビミューに行くのいいなって。うん、めっちゃ楽しみです。やっとなんですよね。言うてもうたんだよ。何を？ん？なんて？あの、行くよって。あ、そうなんや。うん、まあ、行く予定やからね。行くよとさ、別に。ビミュー行って、で、ライダー。うん。ビミュー行って、ライダーちゃんのライブに行ってきます。どんくらい、うん、卵かけご飯だけで足りる？あけ慣れたんだよ。卵かけご飯だけではいかない。え、卵かけご飯だけじゃないん？うん、ごぞある。あ、そうなんや。え、うちなんか卵かけご飯だけやと思ってた。いいよ、なんか適当に食べれるか。前茶碗と前箸持って行ってください。あと醤油。なんかもうさあ、家で食べる感覚みたいになっちゃうやん。いつもより美味しいな、この卵かけご飯みたいな。あかんかん。うん、おかわり自由とかにしてくれるんやったら持っていく。そんだけ食べる。でも結構食べるで。あ、でも最近小食やからな、普通になってきて。なんかだってこの前カレーとかもさ、普通に1杯しか食べへんかった。普通の色もやねんけどな。卵はね、うん、いろんな種類の卵があって、うん、そっから選ぶ、ね、卵の種類を、うんうん、面白いよな、卵選ぶ言うても。でもどれがどういいんかが全然分からへんけどな。ここの卵はこうなんでとかって書いておいてくれへんかったら何が違うんかよく分からへん。こんなにメニューがありますよって。あー、みそ、え、足れへん。いや、まあいいや。あ、ほんまや、トッピングとかあるんや。なんか卵選ぶのは知っててんけど、何で見たんやろ。単品メニューとかめっちゃあるやん。おかずメニューとかもある。へえ。キャベツ炒めあるからいけるか。キャベツ炒め、あ、お酒がある。あ、懐かしい。シンドチューとか、シンドチューはないか、ここアンドチューか、なんか、なんとかチューがいっぱいある。うん、美味しそう。忘れん、うん、今、笑顔向けた。多分今一番いい笑顔してんやろなって思ったから。お前は白頑固村とか、初卵とか、あ、卵黄知ってる、薩摩赤玉とか。あとそのビメを紹介せなかったからね。うん、映像で絶対美味しそう。うーん、何これ、ご飯漫画盛りって何。あ、めっちゃ入ってんやろな、多分漫画ですかっていうぐらいの持ってる感じ。だいぶないですね。面白そう。あ、ごめん、見すぎた、卵かけご飯。生ビールも飲みますか。あー、どうするかね。生飲むか。え、なんで首振ってるん。飲まない、飲まない。なんでなん。あとライブ行かないか。そんな一杯ぐらいでさ、もういいで飲んでいこう。持参しようかな、あのペットボトルに入れて。ダチョウの卵とかあるかな。ダチョウの卵はなかったよ。いや、何の卵かは書いてない。卵の名前しか書いてない。あ、説明あるわ。味の濃さとか、昔ながらの懐かしい卵ですとか、鳥が初めて卵を産んでから90日以内のものが選ばれている、珍しいちょこっとぶりな、ちょっと小ぶり、ちょっと小ぶりなかな。お口で言うといてよ。ちょっと小ぶりの卵です。紹介しといて。お口で言うてるやん。その中のメニュー見てるだけ。そうで、見てる人に分かるように。今言うてるやん、卵。場所はどこや、場所。え、ちょっと待って、場所うち知らんねん。場所、場所、通天閣の近くやで。お店情報でいいんかな。通天閣の近く。あ、卵美味しそう。恵比寿町、ビミウって書いてるのが、あ、大阪市何和区日本橋5丁目です。火曜日と日曜日の夜は休みやねんて。うん、え、なんてどこになってんの。あ、ちょっと待って、今地図あってんけど、
どこや、恵比寿駅、恵比寿町駅より徒歩3分やって。え、めっちゃ近いやんなあ、恵比寿町から近いな。へえ、こんなとこにあったんや。え、恵比寿町ってさ、あれじゃない、かなでクラフトさんのところ近いよ。やんな、天王寺の津手川も近いよ、どっちにしたら。ふーん、堺水市の恵比寿町。うん、2回行ったことがありますが、1回目は夜に行ったので前の雰囲気が分かりませんでした。あー、そっかそっか。でもなんか通天閣の近いらしいけど、ちょっと離れてるからね。え、でも夜の方がだってすごいにぎやかじゃない？ご飯屋さんの串カツ屋さんとかも来てよみたいな。うるさくなかった？離れてるからうるさくないんかな。もうちょっと通天閣方面に行ったら多分だいぶ周りの雰囲気があったと思います。うんありがとうございます。楽しみやね25日2つあるね。卵かけご飯とライラちゃんのライブ。はぁ、あ、やっとやの。初ちょっと私今なんか動かしたよな。あ、映像ちょっと動いた。まあ、切るかちょっとだけやから、あとはもうないかな。うーん、なんか言わなあかんかったことあったかな。ないか。どんなことかね、また言おう。うん、じゃあ以上です。お知らせ終了です。半分なんか私の趣味的なもの喋ってたけどな。ランチ安いねって。そうやね、卵かけご飯やもんね。うん、そんなに高くないから行きやすいと思います。あとはどこに行きたいかな。天王寺動物園もいいかな。天王寺動物園なんで、一点散策で。もうでもあれや、夏なった以来で一回行ったやん。え、行ってない、あれ私誰と行ったんや。一回行ってん、ま、夏にめっちゃ噛まれてさ、めっちゃ腹立ってもうすぐ帰ってきたったっていうのを覚えてる。だから夏だけには行きたくない。うん、あかんよ、虫がひどい。観光巡り、観光巡り、あらかんわ、こんにちは。何それ。何これ、どこのやつ。観光、看護、ん？だからあの堺駅から、あの堺駅から見て回んねん。へえ、看護クルーズっていうのをやってるんやって。桜が見れるらしい。桜ってまあ桜も終わってるけどね。ああ、ごめん、この新聞には桜も見頃って書いてあるから。はい、うん、桜やってる時の方が綺麗かったかも。あとなんか夜ライトアップされてたりとか。前の旧栄区の方までずっと言う。前言ってたやつか、うん、ちょっと分かった。旧栄区のところ通るんやな。ねんて、うん、終わったな。まあいっか。あとはなんかいっぱいちょっとお出かけしてきます。そしたらうん、早いな。なんか今日お知らせしか喋ってないような気がする。じゃあそろそろエンディングの方を流したいと思います。今日のエンディングは明日の夕暮れのまゆみさんが声入ってるやつです。歌を入りの方です。三国ルーズ。乗っていいんかな。まあ5やからいいか。看護って言ってたかな。長いこの道を一人で歩く
あ、次回のスペップのイベントを楽しみに仕事頑張ります。ありがとうございます。あれやね、イベントっていうまだね、10月までに何かイベントをしたいと思ってるので、その時はぜひ来てください。なんか楽しいことやります、できたらいいなと思ってます。で、今日の午後9時30分からミクとおしゃべりが放送ありますので、こちらも見てください。あと、来週は、スペップのこの放送はお休みです。ライダちゃんのライブとビーミーを似てくるので、なので、頑張って取材に行ってきます。食べるやつね。また、映像流せたら流したいと思うので、楽しみにしてっておかしいけど見てください。以上です。今日はなんとかいつものハプニングはなく、ハプニングあった、映像流れ、あーほんまや、あったわ、カットするから、しょ、あ、そっか、カットするらしい、カットするらしいでもう一回言うな、今日はちょっとハプニングもありましたけど、まあ3時から放送できて時間通りっていうところだけは良かったと思います。また、次週はないので、その次かな、見れたら見てください出席率 100% を目指しています。来月、うん、つぶやきは来月です。また秋とおしゃべりがそれまでにありますので、見てください。出席率 100% で見てくださいじゃあ、皆さん今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。また遊びに来てください。写真も見ててくださいありがとうございます。お疲れ様でした。バイバーイ。